ねえ、津村くん。はい。私にこの服って似合うと思う？藤戸さんはモデルなので何着ても似合うと思います。服を作るんです。服は人を変えられる。津村くん、私が一番魅力的に見える服作って。で、何？あ、それ進路表書き直してもいいですか？あ、いや、ハイパーモデル。着た人が笑顔になる、そんな服を作れるデザイナーになりたい。パリコレ目指して頑張ろう。お願いします。柳田さんを手伝わせてください。千雪、無理なの？身長をごまかすための履き方ほど醜いものはないわ。お前、専門で何学んできた？お疲れ様。下手くそは帰ってくれ。千雪、はっきり言う、その身長じゃ高校生は無理だ。くそが、この小さいモデルと一緒じゃ撮影の質が下がる。外してください。無理なんて誰が決めたの？君だけ。考えろ、とにかくなんとか藤戸さんをランウェイに。緊張してる場合じゃない。津村君には負けたくないでしょ。私は本気で服を作る人になりたいんです。今回の芸家祭は僕も本気でね。何せ祖母に認めてもらう絶好のチャンスだから。これは私、藤戸千雪がトップモデルに至るまでの物語。そして僕、津村郁人がトップデザイナーに至るまでの物語。ランウェイで笑って。